ですがまず一つは、えー、安全な PDF を作るということですね。 というのがまず前半。そして後半は、電子署名なんていうような言葉、電子署名、E サインという場合もありますけれども、そういったようなパートで、ちょっと2つに分けてご案内をしていこうかなというふうに思っています。<も> PDF、表面上黒く塗りつぶしても内部にデータが残ってしまっていては意味がありません。なので、この墨消しというツールに関して、PDF が、アクロバットがどのようにアクセスをしているのかからお話をしようと思います。 で、ここで、えー、少し気になるのは、この非表示情報。これさっきも出てきましたよね。これあの、すかしんところで出てきました。で、この非表示情報っていうのが案外くせ者で、署名用に送信だよということですね。で、まあこれ今データ開いてますから、これをこのまま送信準備完了というボタンを押させていただきます。はい。 こうするとですね、DC、ドキュメントクラウドというところで、まずはインターネット上に一度このデータがアップロードされますね。iPhone 上からここにアクセスをしてみたいと思います。はい。iPhone 上で今、そこにアクセスをしております。この際にですね、アクロバット必要ありません。インターネット上にアップロードされましたので、これで課長様にまた、プレゼンテーションを見てくださいよと。 また署名をお願いいたしますよとアクロバット DC のセキュリティ全般というところで今回はご説明をさし,したありがとうございました。